こんちくわ、あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくり魔理沙だぜ。うぐぐぐぐ、腰が、どうしたんだ霊夢。大丈夫か？ちょっと腰をやっちゃったみたいで。なんか重いものでも持ったのかよ。ダンスの練習をしていたら、ぐきっと。ダンス？なんでそんなことをやっているんだ？ダイエットか何かか？いやね、私もネットにダンス動画でも上げて、小遣い稼ぎ。あ、いえ、信者獲得でもしようかと思ったのよ。でもそのダンスが思ったより難しくって、腰に大ダメージを負ってしまったのよ。歳だな。そろそろ未年齢を考えろ。私は永遠の。はいはい17歳17歳。そもそもお前、腰とか言ってるけど、どこにそんなもんあるんだ？頭だけなのに。ぐぬぬぬぬぬ。腰はあるわよ。現実？もともとないものは痛まないだろ。まあいい。ちなみに、なんか、嫌な予感がするのであまり聞きたくないんだが、どんなダンスを踊っていたんだ？そうそう、これよこれ。粛清、ロリカミレクイエム、よ。すごいわよ、この曲、7000万回以上再生されてるのよ。なんなんだよそのチョイスは、しかもまた微妙に古い。いや、そうでもないか。そもそもこのチャンネル、登録者数170万人もいるだろ。俺たちなんか吹けば飛ぶぜ。そんなことないわよ。私の訓練された視聴者、いえ、信者たちは、最高よ。質より量って言うでしょ。逆だ逆。数で負けてるのに量を押してどうする。ぐぐぐ。ビグザムが量産されれば、ドズル閣下も、戦いは数だよ兄貴って言ってただろ。ドズル閣下はテレビでは言ってないわよ。そのセリフは映画だけなの。こいつ。面倒だぞ。そもそもこの曲、海外でバズったの、ワールドワイドよ。まあ確か、B メートルダブルとかが広告に使っていたな。そうなのよ。だから私もこの、ビッグウェーブに乗ろうと思ったのよ。それで腰を怪我していたら、いやそもそもないものを怪我するって。何の意味もないだろが。ちょっと甘く見ていたわ。でも冷静に考えたら、よくこんな危ない曲名が海外でバズったわよね。さりげなく失礼な発言をするんじゃない。本人、いやファンに消されるぞ。まあ正直なところ、海外の人たちが歌詞やタイトルの意味まで、把握しているかは謎だからな。それでもロリなんて言葉が、普通に出回るなんて時代も変わったわ。一昔前ならロリとかロリコンなんて、完全に後ろ指を刺される言葉だったのに。これも多様性とかいうやつかしら？いや、一昔って、お前の言うのはだいぶ昔だろ。それに、完全に市民権を得ているとは言えないだろ。確かに。僕ロリコン。で、僕ロボコン、バリに行ったら、ドン引きよね。今は僕とロボコだろ。ロボコンは古すぎだ。謝れ、石の森章太郎先生に謝れ。それはお前だ。そもそもロリコンは、少女に対する犯罪などと繋げて論じられることもある。偏見かもしれないが、そういった少女を実際にターゲットにした犯罪は、後を絶たない。そしてそんな犯罪の中には、信じられないような、凄惨なものも存在しているんだ。なんか、ヤバそうな事件の匂いがするわね。私の思考回路より、お前の思考回路はすでにショートしてるだろ。まあいい。今回は犯罪自体もひどいものだが、司法のあり方についても、疑問を抱かざるを得ない事件でもあるんだ。もうその発言で、胸クソゲージが溜まってきたんだけど。それじゃ解説お願い、みんなも。それではゆっくりしていってね。今回紹介するのは、新潟7歳女児殺害だ。もう？タイトルからしてアウトじゃない。いえ、ゲームセットね。これは2018年5月7日に、新潟県新潟市西区にて小学2年生の女児が、命を奪われた事件になる。しかもこの女児は、見ず知らずの人間に命を奪われただけではなく、猥褻行為までされていたんだ。もうこの時点で犯人はクソね。それだけじゃない。さらにその遺体は線路に遺棄され、列車に轢かれることになるんだ。何よそれ、めちゃくちゃひどい事件じゃない。この犯人、畜生以下だわ。どんな奴なの？この事件の犯人は小林良、当時23歳の男で、電気工事士の仕事をしていた。一応仕事はしてたのね。ああ、周囲の評判は、普段から真面目で人付き合いも良かった。だがこの男は、一つとんでもない性癖を持っていたんだ。それが極度の幼女趣味、そしてネクロフィリアというものだった。ネクロフィリア？ああ、これは、遺体などに性的興奮を覚える性癖だ。うわぁ、それは、やばすぎだわ。しかもそこに幼女趣味まで加わるなんて、まさに無敵の変態じゃない。なんだよその語彙力のなさは。まあ言わんとしていることはなんとなくわかるが。これって、精神的な障害を患ったりしているわけじゃ、ないのよね？ああ、そういう意味ではこの男は、至って正常な人間だった。いや、正常とは言えないな。
あまりにも性癖が人とは違いすぎているからな。一体どうすれば、こんな性癖になるのよ。それじゃ事件の前に、犯人であるこの男について、少し見ていくことにしよう。男は新潟県新潟市の出身で、3人兄弟の次男として生まれ、両親らと共に5人で生活をしていた。家庭での教育がしっかりしていたのか、男は非常に礼儀正しく、いつもニコニコしているような人物だったんだ。なんか、イメージとかなり違うわね。幼女趣味という言葉に、偏見を抱いていたみたいだわ。この男はアニメが大好きな、いわゆるオタクと呼ばれる人物だった。ただ暗いイメージはなく、むしろ中学時代は、ロボットコンテストで全国大会に出場するなど、友人も多いタイプだったんだ。すごいじゃない。最近は一昔前と違って、アニメ好きやオタクと呼ばれる人たちでも、普通の感じの人が多くなったものね。そうだな。あまり昔のような、偏見の目で見られることはかなり減ったからな。この男は高校を卒業すると、電気工事士の職に就くことになる。その仕事っぷりは真面目の一言で、無断欠勤もなければ社内行事にも、積極的に参加するような性格だったそうだ。そのため周りとの人間関係も良好で、その仕事っぷりから、次期リーダーとして期待されていたんだぜ。なんか、ここまでの話を聞いていると、とても犯罪を犯すような人物に、思えないんだけど。そうだな。確かに社会生活に関して、彼は全く問題はなかった。だが彼の友人、知人は、口を揃えて彼のことを公表していた。ロリコンと、彼は周りの人たちがわかるほど、筋金入りの幼女趣味だったんだ。それって、隠そうとしてなかったってこと？それは、本人はどう思ってたのかしら。彼は中学生の頃から、同年代の女子に一切興味を示さず、幼い女の子だけを見ていたそうだ。近所では、彼が幼い少女と遊ぶ姿が目撃されていて、それは社会人になってからも変わらなかった。社内行事では他の社員の娘など、幼い少女と頻繁に会話をしていたんだぜ。ちょっと、それは、さすがに危なすぎるわよ。いくらなんでも、それは、何か起こる可能性だってあるって思うでしょ。まさに霊夢の言う通りだな。この男はゲームが趣味だったんだが、俗に言うエロゲーが大好きで、しかも性癖に関してはかなり特殊だった。そして、今回の事件が発生する1ヶ月前に、女児絡みの事件を起こしているんだ。え、どういうこと？まさか、女児を襲ったということ？ああ、この事件で男は女児に、わいせつな行為を働き、書類送検されているんだ。え、って、1ヶ月前なんでしょ？どういうことよ。逮捕されてたんじゃないの？反省は？いや、それどころか男は、頻繁に女児を連れ回したり、女児のポルノを収集するなど、多くの違反や犯罪を行っていたんだ。もう完全にアウトじゃない。いえ、ゲームセットね。ただの性癖では済まされないわよ。犯罪でしょ？真面目で人当たりの良い好青年と、歪んだ性癖による性犯罪者としての、二つの顔を持つこの男。その欲望は、ついに一人の少女の命を奪う、凄惨な事件へと繋がっていくんだ。そんな、では次に、今回の事件の内容について、見ていくことにしよう。2018年5月7日、男は当時7歳だった、小学生の少女に目をつけた。そして下校途中、少女が一人になったところに、軽自動車で跳ねる。ええ。そして男はそのまま、車内へと連れ込み拉致したんだ。これって軽自動車で引いたってことよね？そんなことしたら、最悪、命を奪ってしまうかもしれないじゃない。ありえないわ。ああ、ありえない。普通の感覚ではないな。だが霊夢はこの男の、もう一つの性癖を忘れているようだな。は、そういえば、ネクロフィリアだったのよね。車内に少女を連れ込んだ男は、そのまま首を絞め少女を気絶させる。そして約30分もの間、気を失った少女に、わいせつな行為を行ったそうだ。これは、やばすぎるわよ。完全に狂ってるじゃない。もはやそこには評判のいい、普通の会社員の姿はなかった。完全に性犯罪者といった方が正しいだろう。ただわいせつ行為を続けていると、少女が意識を取り戻してしまったんだ。そこで小林は、今度は首を5部以上絞め続け、その命を奪ってしまう。これって最初から小林は、少女の命を奪うつもりだったのかしら？おそらくそのつもりだったと思う。なぜなら先ほども述べた通り、小林はネクロフィリアだからな。実際に命を奪った後、小林は自宅に少女を連れて帰り、わいせつ行為を行っていた。こいつ、そして命を失った少女に、養辱の限りを尽くしていたんだ。本気で気持ち悪すぎるんだけど、しかもこの少女って、全く小林とは無関係なんでしょ？無差別に少女を狙ってって。さすがにこの犯罪は、常軌を逸しているわよ。
残念ながら小林の常軌を逸した行動はこんなものではなかった。一通り症状を熟し尽くした小林は、とんでもない行動に出る。彼は JR 越後線の線路に、少女の遺体を遺棄したんだ。そんなことしたら、大惨事になることぐらいわかるわよね。こいつ、本物の鬼畜だわ。線路の上に投げ捨てられた、少女の遺体のその上を、電車が通過し、見るも無残な姿になってしまう。むごい。ひどすぎるわ。なんで小林はこんなことをしたの？まさか電車で、人身事故に見せかけようとしたの？その可能性はあるかもしれないが、このあたりのことは、小林が語っていないため、詳しくわからない。だが、これはあくまで推測になるが、小林は自ら養殖した少女が、電車に惹かれ無残な姿になることで、さらなる性的興奮を得ていたのかもしれないんだ。こいつはガチで狂っているわ。こんな人間が、周囲からはいい人認定されて、隣に住んでたなんて戦慄を覚えるわね。でも、こんな派手なことをしたら、すぐに捕まってしまうんじゃないの？その通りだ、霊夢。警察は事故現場と遺体の状況から、すぐに事件性があると判断し捜査を開始する。そして防犯カメラの映像から、小林が運転する黒い軽自動車が特定されるんだ。さらに小林は事件当日から、会社を無断欠勤していることも判明する。これらのことから、事件の容疑者として警察が、その行方を追うことになるんだ。防犯カメラに車が映っているなんて、ダメダメじゃない。さすがにこれは逮捕されるわね。ああ。そして事件発生から6日後に、小林は警察に捕まることになる。その時小林の乗っていた車には、七輪と練炭が積み込まれていた。そして逮捕された瞬間、不敵な笑みを浮かべていたそうなんだ。え、どういうことよ。これって小林は、自ら命を絶とうとしていたということ？正直そのあたりはわからない。ただ別の見方をすることもできるんだ。別の見方って？その件についてはまた後で詳しく説明するぜ。先に逮捕された小林の裁判について、見ていくことにしよう。そういえばこの事件って、裁判にも問題があったって言ってたわね。2019年11月8日、新潟地方裁判所にて裁判員裁判による、初公判が行われることになった。小林は少女に対して、猥褻行為をしようとしたことは認めるものの、命を奪ったことに関しては、故意ではないと否定したんだ。否定って、完全に首を絞めているじゃない。無理でしょ。ありえないわよ。小林は黙らせるために気絶させようと、首を絞めたと主張しており、殺意と計画性について、なかったと言い張ったんだ。出たわよ、殺意がない作戦。人の命を奪っておいて、しかも小さな女の子を。これで殺意がないとか、ありえないけどね。こういう殺人犯の言い訳、本当にイラッとするわね。全く反省していないじゃない。ああ、霊夢の感じた通り、小林は反省してなかっただろうな。実際、被害者家族に対しても小林は、一切謝罪することもなかった。そのため遺族は、死刑でも家族の気持ちは収まらないと、憤りをあらわにしていた。個人的には絶対に死刑だと思うんだけど、法律的には難しそうよね。私なら絶対死刑、って言うけど、もちろん検察側は、自分の性的欲望を優先し、被害者を者としてしか見ていないとして、死刑を求刑する。ただ一方の弁護側は、殺意と猥褻行為を否定し、傷害致死罪を主張したんだぜ。え？猥褻行為は認めたんじゃなかったの？そこは何も反省していない小林だ。証言なんて平気でコロコロ変えていたんだぜ。この、やっぱりこの男、心底ムカつくわ。でも正直なところ、命を奪った相手も一人だし、死刑は難しいんじゃないかしら？霊夢の予想通り、一審での判決は無期懲役となった。一応裁判では、小林の悪質性は認められたんだが、死刑には慎重さと公平性が重視されるとしたんだ。裁判員裁判だからワンチャン、死刑の可能性もあると思ったけど、でもこれって遺族側からすると、絶対に納得いかないわよね。もちろん検察側は判決を不服として、控訴することになる。ただ同時に小林側も、無期懲役は重すぎるとして控訴したんだぜ。このクソ小林、どの口が、一体こいつは何を言っているのよ。ただ控訴審では、検察側に有利に働く証拠が提出されることになった。それが小林が少女の首を、5部以上絞め続けたという事実だ。え？これって第一審の裁判では、取り上げられなかったの？ああ。第一審では、首を絞めた時間に関しては、認定されていなかった。しかし控訴審では、司法解剖を行った医師が、一審判決には法医学的に誤りがあると、否定したんだ。その結果、小林には明確な殺意と計画性があったと、検察側は主張したんだ。それじゃ、判決は覆ったのかしら？
いや残念ながら控訴棄却により、第一審同様に無期懲役刑が言い渡された。それって、明確な殺意と計画性が認められなかったの？一応判決では、殺意に関しては認められたが、計画性に関しては認められなかったんだ。さらに判決理由について裁判長は、過去の同種の事件と比べて、極めて残酷とは言えないとしたんだぜ。言っている意味がわからないんですけど、普通に何の罪もない少女を養殖し、命を奪ったんでしょ。しかも線路に遺体まで投げ込んで、これのどこが、極めて残虐じゃないって言えるのよ。なかなかヒートアップしてきたな。霊夢の怒りがさらに爆発するかもしれないが、この小林にはさらなる事実が判明していた。その内容を聞けば裁判の判決が、ありえないものだということがよくわかるんだぜ。なんか、聞くのが少し怖いわね。私のリミッターが解除されちゃいそうよ。では最後に明らかになった、小林の凶器性について、見ていくことにしよう。今回の事件で小林が逮捕される、2日前の5月12日、彼は出会い系サイトで出会った女子児童に、わいせつ行為をしたいと持ちかけていたんだ。え？それって事件の後よね？嘘でしょ？新しいターゲットを探していたということ？その可能性が非常に高いな。どうやら小林は反省するどころか、少女の命を奪い、恥ずかしめることに味を占め、大きな性的興奮を感じてしまっていたんだ。ちょっと待ってよ。それじゃ逮捕後に、車の中で見つかった七輪と練炭って、おそらく、この新しいターゲットの少女の命を奪うために、用意した可能性が高い。それに彼が逮捕時に、不気味な笑顔を見せていたのは、性癖が暴走した現れでもあったんだぜ。普通に凶悪犯罪人じゃないのよ。やっぱりこれで無期懲役は、ちょっと納得できないわね。極刑よ極刑。ああ、霊夢の言う通りだな。さらに捜査で小林のスマホを調べたところ、恐ろしい検索履歴が見つかっていた。そこには死体処理や死体博物館、さらにはネクロフィリア、の文字が並んでいたんだ。このことから小林が、再び同様の事件を起こそうとしていたのは、明らかだったと思われた。これって、検察は知っていたんでしょ。それでも死刑にすることはできなかったなんて。裁判で小林は少女を車で跳ねてしまい、そのためパニックになり首を絞めてしまったと偶発的な犯行だと主張している。わいせつ行為を行っておいて、何が偶発的な犯行よ。ありえないわね。実はこの供述に関しても、明らかにおかしな点が見つかったんだ。司法解剖の結果、少女の遺体には車と衝突した形跡は、一切なかったんだぜ。ということは、小林は少女を車で跳ねてないということ？そうなるな。おそらく小林は普通に少女に声をかけ、そのまま車に連れ込んだ可能性があるんだ。これって、どう考えても計画的犯行じゃない。さらに小林が、計画的に少女を襲ったと思われる証拠が、2つ存在していた。その理由とは、まず1つ目が会社を無断欠勤していたことだ。そういえばこの小林は、真面目で無断欠勤をしたことがないって、言っていたわね。ところが事件当日彼は、会社に何の連絡もせずに無断欠勤をし、逮捕されるまで一度も出社していない。これはもともとその日に、少女を襲う計画を立てていたからだ、と思われるんだ。するとこの小林は、以前からこの少女に目をつけていたということ？そうだ。そしてそれが2つ目の証拠になる。実は少女とこの小林は、同じ区域に住んでいた。それどころか少女の家と小林の家は、徒歩駅から2分ほどの距離しか、離れていなかったんだ。それって、バリバリご近所さんじゃない。ということは2人は顔見知りだったの？正直、顔見知りだったかどうかはわからない。ただ小林の方は、少女の存在を認識していたのは、間違いないだろう。そして日々少女に対して、性的欲求の目を向けていたと思われるんだ。もうめちゃくちゃ計画的な犯行じゃない。気持ち悪すぎるわ。命を奪った後の行動を考えても、これで残虐とは言えないって、日本の司法はどうなってるの？霊夢の怒りももっともだな。これだけの事実が存在しているのに、計画性が認められないという判決は、異常だと思える。これって控訴審での判決よね。検察側は上告しなかったの？実は検察側より先に小林側が、無期懲役を不服として上告していたんだ。こいつ、どんだけ、これだけのことをやっておいて、無期懲役は納得いかないって。一方の検察側は、適法な上告理由が見出せなかったとして、上告を諦めることになった。その結果、上告審では無期懲役と、小林側が主張する有期懲役の、どちらかの刑が確定することになるんだ。え、これだけの証拠があるのに、上告理由を見出せなかった？そこは検察頑張んなさいよ。さすがにこれは、検察側、ポンコツすぎないかしら？変な冤罪作ってる暇あるのに、
まあこれは正直、検察側というより、現在の日本の司法制度の方に、大きな問題があると思われる。仮に計画性が認められたとしても、この小林を死刑にするのは難しいだろう。それは過去の判例からも明らかで、やはり被害者が一人だけ、というのが大きかったんだ。もはやおなじみの永山基準ね。裁判自体は2023年12月20日に、小林の上告が棄却され、無期懲役が確定している。ただその判決に少女の父親は、被告人がこれからも生きていく理不尽さに、納得できないと怒りをあらわにしているんだ。さらに付け加えるように、加害者に寛大な司法に憤りを感じると語っているんだぜ。今回の事件は、かなり胸クソが悪い事件だわ。少女の家族からすると、とても納得できないわね。私ですらありえないって思っちゃうのに。そもそも日本の司法制度は、人権という名目での、元加害者への対応が、他の国と比べても甘いと言われているんだ。それは今まで、日本自体の犯罪率が低かったからであり、現在は大きく状況が変化し凶悪犯罪も増えている。そういった意味でも日本の司法制度は、大きな転換期を迎えていると言えるじゃないかな。ちょっとこれは、のんきに、粛清、ロリカミレクイエム、を、踊っている場合じゃないわね。マリサ、日本の腐り切った司法制度に、メスを入れるわよ。まあ怒る気持ちはわかるが、そんなの簡単にできるわけないだろ。何言ってんのよ、これも全部増税メガネを、なんとかすればいいんでしょ。だから司法と政治はだな。早速、書き込みの準備をするわよ。この霊夢様が二度と同じような判決が、出せないようにしてやるわ。こいつ、人の話全く聞かないな。もうおとなしく粛清、ロリカミレクイエム、でも踊っていてくれよ。いいの。それじゃ、マリサ公認で踊り続けていいってことよね。踊ると言っても、頭だけの俺たちじゃ、くるくる回るぐらいだぜ。いいわよ、くるくる回るダンス、何が当たるかわからないし、やってみる価値はあるわ。どうしてこう。無駄にポジティブなんだよお前。みんなの周りにも、人の話を聞かない、暴走機関車トーマスの頭だけみたいな隣人が、いるかもしれない。またまた、そんなに褒めても何も出ないわよ。あ、ポッキー食べる？怪しい隣人やおかしな隣人がいたら、すぐに逃げてくれ。決して関わらないことが、安全のためだ。ねえねえ、ポッキー食べる？それじゃ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。え？もう終わり？仕方がないわね。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。